はい、今日は屋敷物チャンネル、ついに禁断の人に着せてみるっていうね、後にお世話になります。お願いします、はい。まあ、あらかじめ申し上げておきますけど、一応あの、お二人ともですね、あの同意の筆を取ってまして、エロくしませんので、大丈夫ですということを言っていますが、一般的に男性が女性に着付けするのって、京都の舞妓さんの世界だと結構男性が着付けするんですよね、はいはい。一般的に着物を着るときは、まあ、ほぼほぼ同性の方がされると。そうですね、はい。着物の売り場でも9割5分女性の方がされますけど、一応できるんだぞということで、はい、やってみたいと思いますので、お願いいたします。よろしくお願いします。はい、じゃあ早速ノジェリンが持ってきてくれた人への着物で行ってみたいと思います。人への着物というと、普通6月と9月とかっていう昔の概念でしょうけど、はい、近頃はもうどうだろう、俺3月くらいから来てる。そうですね、4月入る前から私も来ちゃってますね。ね、暑く、やっぱこうね、触るときにね、ついついこう遠慮して触っちゃうんですよね思いっきり触るのがコツかな。そうですね、ね、要所要所ポイントで、そう、一気にしてしまった方が。で、男の場合はどうしてもその着付けするときって襟が作れないのよね。そうですね、ここの抜いてる半襟のところが形がすごく難しいかもしれません。危ないとこに行ってみたいと思いますよいしょ、失礼。あー、なんか緊張するねこれですね、はいはい。男はね、こういうのあんま使わないんですよね。そうですね、使わないです、うん。あることはあるんですよ、うん。あることはあるけど、結婚式みたいな、着崩れしちゃいけないみたいな時だけ使うんですけど。そうです。まあ、長襦袢上手に着ていただいてるんで、はい、だいぶ着せやすいですけどで、どうしてもこのおはしょりの中を今からちょっといじらせていただこうと思うんですが、はい、ここに思いっきり手を入れられないよねめちゃめちゃ必然だ、うん。で、腰紐かけていいですか。そう、大丈夫です。うわ、なんか怪しい、超怪しい。目をつぶってください。大丈夫です。失礼。着物を着付けするときって、着物を着付けする人たちって、はい、今お年を召した方たちが多いじゃないですか。多いです ね、 ね、若い人ってそういないですよね、はい。上に入れると腰紐を、はい、帯板が隠れるぐらいのところに入れると。でもこれも入れるんでしょ。はい、両方でしないと負荷がかからないので大変なんですよ。女性は腰紐なくても成立しそうだね。そんなことない。それはね、長い後輪ベルト2本使わないと腰紐ほど負荷がかからないので、動いちゃいますね、襟元が。そうか、襟元のせいか。そうなんです、ここの膨らみで動くんですよ、生地が。男性とは全然違うところ。本当やね、本当に違うところですね。すいません、はい、際どいね。大丈夫です。際どい、はい、失礼、ごめんなさい。はい、どうぞ。よっしゃ、ある程度の着付けができるぐらいですね。そうですね、してみると、してみるとね、きちんとできないやってみないとわからないですね。手をしてる、はい。わー、おはしょりがきゃーうわ、大変なことになってる。もうね、だいぶね、触ることに抵抗がなくなってきた。よかったです触ることに抵抗がなくなった。はい、なんか楽屋裏がすごいなこれも着装じゃない着付けを女性の人にするの初めてかもしれない。ああ、そうですよね。ああ、いたします。あの、メンズと一緒でも大丈夫です。貝の口とかにするのが貝の口で、はい、棒を巻き込んで、はい、よいしょ。そうね、お店見ながらちょうどいいね。はい、お店見ながらちょうどいい。わあ、素敵素敵素敵です。なんか一気に大人感ですね。なんか ごめんなさいとしか言いようがないですけどってきてな。あー、そっか、どこで結んでもいいからずらせばいいのか。そうなんです。おはしょりのとこも非常に非常に塩梅ありですねやっぱりね、自分でできるといいですよね。ね、
んだろう。微妙です、微妙です、非常に微妙ですが、なんちゃってもなんちゃってだな、これは。いやいや、ちょっと残念な感じですが、そうか、襟が暴れてくる。お疲れ様でした。変な汗かきました。まあでももうね、正直もう触ることについてはどうもないんですけど、やっぱスキルだな、はい、ごめんなさいな。メンズと大きく違うのはやっぱり襟が抜いてるのと、ここに思ったより膨らみがあるので収まりが、うん、そうね、お箸より上手に作るというか、すっきり収める、はい、ここの中がちょっと難しかった。そうですね、メンズはお箸よりないですから、ない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 、ここはまあ大きく違うところですね。ごめんなさい、はい、でも女性はすごくあのここがあるので、お箸よりがあった方が襟元は直しやすいんですね、はい、でもさすが専務は毎日来てらっしゃるから全然苦しくないです。あ、そうです。もう踊れるぐらいですね。ゆるすぎるんだよ。ゆるいんだよ、あれが。ほどけてきちゃう着付けでしたね。はい、ということで、はい、初めてやりました、はい、禁断の男性が女性に着物を着せてみたという動画でした、ね、はい、お付き合いいただきましてありがとうございました。